と例えば全部にピント合わせたいけど明るく撮りたい場合は、例えば集合写真とかでここが高くなれば暗くなっちゃうから他で調節するんですけど、それはシャッタースピードとか ISO 感度っていうのがあるんですけど、それを上げたりとか。 ISO 感度は質感が数字が高ければ高いほど明るくはなるけど質感がざらついたりする。ああ、そうやな。で低かったら質感は綺麗、でシャッタースピードっていうのも速ければ速いほどこうパシャってこんな感じ、これが短いほど暗いけど、こうバーッと走っててこれが綺麗にピタッって止まる。でもこれがバッシャーンって感じだったら明るい、こんだけ光取り込むんで明るいんですけど、これがブレるからこのブレた写真に。シャッタースピードのそのスピードってそのスピードのことなの。そうですそうです。俺アホやからさ、押してからなんかシャッター切ってくれるスピードなんだ。ああ、でもまあまあ、そのこの中のこれがどんだけ空いてるか、そこを調整できるの。そうなんです。だから運動会とかで走ってる子供綺麗にこうピタッて止めたかったら、この数字が高い方、シャッターの数字が高い方がピタッて止まった状態で。あ、シャッタースピードの数字を上げたらピタッて止まる。そうですそうです。速いっていうこと。速い、スンってバンって取ってくれるから速いからピタッて止まってる。ただ暗くなるんです。なるほどなるほど。だからそれをまた他で調整する。それちなみにこのカメラだけ、このカメラとかでも基本はできたりするんかな。まあマニュアルってあるからできなくはないと思うんですけど、細かい設定はできないかもしれない。ああ、そうか、その差はあるかもしれないよね。あと携帯はそうなんないやな。携帯は基本もオート。オート、もう基本オート。あ、そうか、オートやな。うん。はい。だから全部その組み合わせでなってて、ここにマニュアル M で、こここうやって回したらこの左下の125分の1とか、これがシャッタースピードで、この数字が高ければ高いほどブレないというかピタッと止まる。だけど暗くなる。だから明るくするにはどんどん数字を下げていく。でもこれがどんどん下がっていったら今度こうシャッてなるやつが全部こうブワーって映っちゃう。明るくはなるけどバッシャンっていう状態で、上がれば上がるほどパシャって感じです。基本でもそれやったらでもそうか、動くものを捉えたい時なのか、止まってるものを撮るのと話だいぶ違う。違います。ケースバイケースっていうことし、例えばなんか川とかの写真で水がシャーってなってるやつ、あれはシャッターがこういう状態、パッシャーンっていう状態から雫が線になって見えてる。でも雫が玉にしたかったらこっちにしたらちゃんと雫の丸のまんま止まるから、それはだからどう撮りたいかによるんですよね。そらそうやもんな。そらそうやもんな。いやまあ多分これカメラ好きの人はそらそうやもんなっていうあれやんな。まあ俺ただ初心者だからえってなってるけど。